食事は適度にバランスよく。まったく好き嫌いなんて言語道断です。この前学内のゴーストと喧嘩をしたんです。たまに、いや割と無視されますけど。肉体がないのに学内にマッサージチェアを置いてくれたなんて、どうせなら学園長室に置きたいですよ。まったく気にしていませんよ。大人の余裕というやつです。トラブルを生徒自身に解決させるのもその一環、成長のチャンスを与えているのです。私優しいので。ベルトのアクセサリー、鏡が光り輝いて美しいでしょう。私、宝石や貴金属といったキラキラするものが大好きなんです。あー、ずっと見ていられる。湯上がり後の美容ケアやマッサージにはたっぷり時間をとっていますけどね。身だしなみは大人のマナーですから。